はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで続きやっていきたいと思います。まだ総合達成率 3% ですね。まだまだだな。ということでミッションですね。これですね。これをやるということで、やりたいんですけど、ちょっとね、今やったんですけど、ここに行かなきゃいけないんだよね。ここしか降りれるところがない。ああ、どうだろう。こことか降りれるんだ。この方がいいかな。ダメだ、降りれない。なんか敵のですね、あれを壊さなきゃいけないんで、あれって言ったらわかんないけど。C4 を持ってかないと、困ってしまいます。せっかくなんで、フレアグルネードも持っていきましょう。他持っていくものは、これぐらいですかね。アイテムは開発できてないと思うんで、ないよと。ツールも、なし。ということで、これで出撃したいと思います。出撃です。アメリカの朝3時ぐらいからノンストップでプレイしてます。まあノンストップじゃないか。休憩入れつつやってますけど、面白いですね。もう日本もね、そろそろ公開だと思いますけど。ボス、ソ連軍各拠点間の通信網に穴を開け、増援体制を遮断する。東部通信所へ向かい、通信設備を破壊するんだ。まずはターゲットの通信設備がどこにあるのか双眼鏡で偵察するんだ。よし、行きますか。どうかお気をつけて。了解です。ということで、ここにね、DD がいるのよ。その子犬、タフな奴だ。かわいい。ボス、そいつと遊んでいる暇はない。どうする、ボス。あ、待って。あ、目怪我してんの、こいつ。あ、そっかそっか。もう連れてってやろうじゃないか。かわいいんだよ。よし。よーし、回収する。確認です。ここに行かなきゃいけない。山越えられないんで、こっち通ってみましょう。ここに監視の場所があるんで、そこをちょっと警戒しながら進んでいけばいいと思うんですけど、さっきですね、レーダーとかアップデートしたんで、今度から敵のパワーだとかレベルが分かるようになります。まあ今の段階ではあんまりなんか、なんだろう、こいついらねえ、あれいらないっていう風にフルトンやってる余裕がないんで、とりあえず捕まえられるやつはいっぱい捕まえてみたいな。文句言ってられないですね。はい、スキルレベルが低いということでね。逆なんだけどな、バレてるじゃん。ダメか。おほほ。危なかったけど、まあまあよかったです。
これも回収できますからね。受け取った。あとは任せろ。よし、フェールド？あれ？あ、なんで？どうしたんだ？あ、重くて運べないのか。ってことはフルトンのレベル上げないと絵の回収できないんだ。なるほどね。まあ、そうか。さっきあれ取れたと思ったけど運べなかった。もうどんどんゲームプレイしてフルトンレベル上げていかないと。人間が限界か。ジャーンプさっきね、いきなり敵がいたんで、まあ、朝だからいないかもしれないけど、あんまり敵の拠点近づいたらこうめちゃくちゃ早くなんか行ってると敵が急に出てくるんで気をつけないといけない。こっからは慎重に行きましょう。もっと行ってしまえば夜の方がいいんだよね。ファンタムシガー使ってみようかな。初めてです。9時ぐらいになってくれたらいいんだけどな。来た。いなくなったね。夜の方がやっぱ侵入はねしやすいっすよね。これ使いたいな。スネークのジャンプどうやってやるかちょっとわかんないんで。ターゲットの通信設備がどこにあるのか双眼鏡で偵察するんだ。まあいつあんま気にしなくてもいいか。ああ砂嵐がやばいな。うわーしっかり割る。え、ラッキー。どうしようこれ。シェルター的なとこ行かないと。うわーこれ厳しいな。シェルター、多分これなんかアンテナだと思うんだよね。そのアンテナがターゲットだ。アンテナは他にもあるはずだ。探してくれ。オッケー。ここでじゃあ C4。 C4 を使うのか。設置後に遠隔操作で爆破する爆薬だ。よし、いいぞ。安全な距離まで離れてから起爆しよう。全部つけてからの方がいいよ。ボタンを押しながらアクションボタンだ。裸の女？クワイエットのこと言ってんのかな。みんなやっぱ女の人に飢えてんだね。そこにもアンテナがあるからあれも破壊しないといけない。やべやべやべ、しまった。他アンテナ2つだけかな。こいつ尋問したいな、捕まえて。ムックでこっち来て。
よし。ハケ。喋るんだ。特技兵なら、おっしゃ。もっと、よし、じゃあ勘認してやる。夜だからバレにくいかな。回収する、了解だ。見られてたか。先こっちに行っちゃいましょう。C4。バレそうなってるけど大丈夫か。他にアンテナある？どこだ他。見当たらないんだけどな。まだ数あるアンテナ。どこ？怖いな。どっから見てんだ俺のこと。あ、下にいる。これ撃てない。まあ、気長に行きましょう。気長に、ね。アナリシスコンプリート。あとアンテナー。もうなくないか？あとどこ？どこだろう？あれくるくる回ってるやつそうかな？ラジオが鳴ってる。ポスター。よし。どうやらその通信機で拠点間の通信を中継しているようだな。そいつを破壊すればミッション完了だ。オッケー。危ないかな、ここ出たら。バレちゃった。やっぱ危なかったか。あれ、これどうやって爆破させんだ。やべやべやべ。うー、やばいやばいやばい。ノー。よし。で、よし。とりあえず逃げます。で、ホットゾーン逃げて、ターゲット。怖いな怖いな怖いな。ミッションヘリコプター。
ピックアップ。Please select a landing zone. Support helicopter requested. え、あっちにしちゃったの？あ、間違えちゃった。ごめん。確かさっきなんかさ、情報くれたよね。あれ、もらった情報とかってどうしたらいいんだ？ちょっと行く方向失敗したな。もう一回呼ぶか。ヘリコプター、ピックアップ。Please select a landing zone.自分が今いるところはどこだ？ここにいんのか今。え？自分どこにいんの？こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。ああ。自分がどこにいるか分かんなかった。遠いなぁ。いや、これ無理だ、ちょっと。やばい。また U レベル下がってる。うおぉ！あ、やばい、ヘリ来てんじゃん。やばい。ここか今俺。白いところか。いや、ここに来て。こっち来て。ちょっと遠すぎた。よし、あっちか。あの上のとこね。こっちから登ればいけるかな。うわ、相変わらず嫌な。下手なプレイが出始めましたね。え？あ、いたいたいた。よし。待ってました。あ、羊が。あ、めっちゃ羊いんじゃん。ちょっと連れてっ。これもう行った方がいいかな。あれ、羊死ななかったっ。よし、オッケー、行きます行きます。これで戦えないかな、敵と。あー、OK、やりました。さっきクワイエットの話してたよな。B かな。ごめんなさい。D だ。ひどい。ひどすぎるな。旧マザーベースメンバーの行方。プラットフォーム。おお。マザーベースのスタッフも増え、手狭になってきた。今後より多くの人材を迎え入れるには施設の拡張が必要だ。出た。そこで新たに拠点開発班を設立した。この班の役割は2つ。資源開発とプラットフォームの増設だ。まずは資源開発についてだが、拠点開発班はレベルに応じて定期的に資源を確保する。資源はコンテナに収められマザーベースの甲板上に運ばれる。この状態で一定期間を経て加工処理が完了すると晴れて運用が可能となる。
これらの資源で新たなプラットフォームを建設すれば、より多くのスタッフを迎え入れることができるというわけだ。資源開発に細かな指示は必要ないが、プラットフォームの増設だけはボスに判断してほしい。必要な資金と資源が集まったら端末から指示を出してくれ。悪そうな顔してんな。長時間の作戦行動は体に悪い。少し休憩した方がいいんじゃないか。マザーベースに戻ってくれ。よし。ああ、やっぱそうなんだ。貨物用のフルトンか。そういうことか。誰も出迎えがいない。お、やったー。こいつは？あんたが回収した犬だ。ちょっとやんちゃでな。犬種はわからん。そらすのか。ああ、こんなだ。おい、俺に預けてみないか。まだ子犬だが、すぐにあんたの役に立てるようになる。かわいいな。いい原石を拾ってくれたな。磨いてやれば、俺たちにとってのダイヤモンドドッグになるはずだ。あ、目がやっぱないんだね、片目が。それでディディか。山猫が犬の世話ね。いいだろう。おい、ディディ。歩き方がやっぱ子犬だよね。かっけえ。ほう。難しい依頼だが、あんたはもう9年のブランクを取り戻したはずだ。詳細は端末で確認できる。オッケー。ちょっと放送やめる前にいろいろ見たいよね、マザーベースね。すげえなー、すげえなー。どうやってジャンプするんだっけ？ない、なんかジャンプしてたよね、動画でね。物と物との間なんかジャンプしてた。スタッフの指揮。はい。あー、ごめんごめんごめん。冗談冗談。あ、これだ、シャワー。ああ、綺麗になってるわ。おお、こういうこと。上に行ってみようかな。俺も薬効植物か。上に行ける？わ、結構でかいね。さすがにオンラインはまだ。セーフティーファースト。まだ終わってないんだね。こっちは工事中か。エルード。おお。これでも落ちたら大変なことになるよね。登るか。まあ大体の概要は分かりました。資源が足りないようです。分かりました。もっと集めていきますよ。ボス、蛍光をつけてきた。
お、稽古？話すとかあんのかな？ごめんごめん。よし、じゃあとりあえず今日ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。Peace out.